髪がつ、嘘、つやつや？本当に？そうかな？変わんないよ。変わんないよ。今日はおろしです。そしてめちゃめちゃ黒飛びしてます。白飛びしてます。そう、今日はちょっとピンクのパジャマ。待って、まだお風呂入ってないもん。 まだお風呂入ってないんですよ。もう今日はこれ終わりに入ろうかなと思いました。思いまして。ねえ、私もそう、寝てたかったね。寝たかった。なんか皆さんもやっぱね、ああいうの見るの楽しいと思うし。そうね。まあチョコ自体は作ったので、まあ作ったものを皆さんに見せれたらいいなとは思います。 とは思います。で、その作ったやつで写真撮ったので、作ったやつと写真撮ったので、それはまあ明日載せようかなって思ってます。今日はロンティ、ロンティ。番組とかないとなかなかさ、その料理してるところとか今は見せれないご時世になっちゃってるから、だからまたの機会を皆さん乞うご期待。 あ、で、誕生日グッズを購入しましたって。ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。すごい可愛い感じに作りました。まあ、昨日も話したね、これは。 すごい可愛い感じに作りました。ぜひぜひゲットしてみてくださいな。そうね。今もうなんだっけ、2月か、2月よ、2月の生写真ももう購入できちゃうので、ぜひ、いろんな表情してるので、あと T シャツもだね。あと特典付き T シャツっていう方もあるので、ぜひ。珍しいね、ネックレスって。そうそう、これは前に購入したものなんですよ。前に購入してて、そうで、なんかつけてみようかなと思ってつけました。そう、なんか忘れてたというか、存在を。 可愛いと思って買って存在忘れてたもので、あ、そういえばまだつけてなかったと思って今日つけてみた。似合うって、ありがとう。これはビーズなんです。黒のビーズに蝶々がついてるんですよ。だから何でも合うなと思って。ビーズアクセっていうのが流行ってて、そう、その時に、ね、いいなと思って。あくび。 あくび、あくびです。最近どうって。最近か、最近、
最近でもちょっと暖かくなってきて、服に悩んでます。今日はダウンじゃない方がいいのかなとか、今日はダウン着た方がいいのかなとか、もう一応だからもうとりあえずダウン絶対着る感じで外には出るんだけど、そう、でもなんか今日ちょっとお散歩行ったんですよ、今日。正直今日ちょっとお散歩行ってて、で、あったかくて、途中からダウンが暑くって歩いてるから、だから薄手でもよかったなとか思ったりした。でも日が暮れてきたら部屋の中もすごい冷えてきて寒いので、クーラーかける人いた？わお、いたようなって。いや、そこまでだったか。そこまでではなかったけど、けどやっぱ日が出てる間は暖かかった、今日は。あ、今日私のパーカー着て初めて外出したそうです。嬉しい。ありがとう。来てくれて嬉しいね。このままあったかくなってくれたらいいんですけどね。どうかな。どっちかな。日は着実に伸びてきてるね。そうだね。木曜日が寒くなるらしい。やだー やだー。やだー。で、花粉症に関してなんですけど、大丈夫そうです。花粉症は大丈夫そう。冬と夏ならどっちがいい？冬と夏なら夏がいい。あ、嘘、冬がいい。あ、冬がいい。なんか冬がいいなって思います。夏は脱いでも脱いでも暑いんだもん。けど冬だったら、まあ、たくさん着込んどけば寒くないから、まあ冬かな。気候の問題です。ああ、つま先とか寒いのは本当にわかる。そうだよね。厚着すると動きにくくないって。確かに動きにくいかもだけど、けどなんかあんま気にせず過ごせてるな、今年は。そうね、今年だからっていうのもあるかもしれない。私も正直末端冷え性ですよ。めちゃめちゃ冷たいです。靴下とかモコモコの靴下履いててもつま先までね、温まらないんですよ、ちゃんと。嫌だよね。困ってます。宮古昆布って他に味あんの？あの酸っぱい味ですよ、すごい。
ノーマルなやつ食べました、私は。寝るときは湯たんぽ使ってる。使ってない。もう自分の熱でどうにかやってる。宮古昆布は、そうね、駄菓子屋のやつです。あれ美味しいんだよね。なんかずっと食べとけれる。まだ若いからねって。そうなのかな。多分鈍感なんじゃないかな。ゆいちゃん寝ながら燃えてる。はい、まず寝るときはあれだから熱放ってるから、そう、熱放ってた方が深い眠りに入れるって聞いたことあるしとか思って、そう考えてね、もうね、そうしてます。すっごい白飛びする。うん、戻った。そう、かわいいっしょ。おあいに。そう、ピラコさんっていう好きな画家さんが作ってるトレーナー？トレーナーじゃないな。何これ？ロンティーです。かわいいっしょ。大好きみたいな意味、愛してますみたいな感じです。おわいに おあいに。そうで、後ろはもっと可愛いんです。そう、お気に入りです。でも最近のピラコさんの新作はちょっと変えてなくて、めっちゃ可愛いやつあった。なんかほんと毎回可愛いんだよね。だから最近はそのもう人気がすごくてすぐソールドアウトになっちゃうので、めっちゃ急いで押すようにしてます。だからみんなもね、そう、買いたいなって思う方は是非お急ぎ。後ろ見せてくれないの？後ろはね、見えなくない？難しくない？これ こんな感じ。あ、見えてる？見えた？可愛くない？私の好きな、まあ、イラストレーターさんのロンティーの話とかしてたんだよね、グッズとかね。そう、可愛いの。なんかね、後ろは多分シェイシェイ的な感じのを書いてあるんだけど、そう、かわいいんですよ。なんだ、なんて言ったらいいんだろう。アメリカのアニメじゃないな、なんだろうね、あれは。まあ、かわいいを描く、ポップな絵を描く方で。ニーハオって書いてあるの？ニーハオだ。ニーハオって書いてあるらしいです。その前も話してたよね。そう、インスタとかでも、やっと届いたみたいな感じで載せてたりしてるんだけど、そう、やっぱね、好きですね。アメリカの方じゃないんですよ。けど、なんかアメリカのアニメというか、なんかそういう感じのイラストを描く方で、可愛いんですよ。全然中国出身の方じゃなくて、純日本人で、純日本人の方なんですけど、今回確かそのコラボしてるんですよ。そう、他にもパンダのイラストのものとかもあって、でも普通の、なんていうの？まあ、ピラコさん、ピラコハウスっていうところで飼ってるんだけど、そのピラコさんが考える感じ、コラボなしのやつもあって、これはなんかコラボしてたやつなんですよ。
どこのお店かちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、ちょっとコラボしてた方です。コラボしてたからちょっとこの服は中国語が書いてあるんですけど、普段は全然なんだろうね、イラストメインの可愛い感じです。でもこのコラボ本当に可愛かった。でもコラボしたお店がその中国とかだったのかな、確かチャイナとかそういう感じだった気がする。うん、そう、私イラストが好きなんですよ。しかもなんかそういうポップなイラストが好きで、可愛いイラスト系って言ったらいいのかな。そう、ピラコさんとか、あと武井千佳さんとか、可愛くて色がいろいろ使われてるポップな感じのものが好き。ああ、奈良さんとかね。うん、好きだね。かわいいのよ、作品がどれも。かわいい作品のものが好きです。描いてみたら、いやー、なんか私は画力がないので ないからね、無理なんだけど、だから憧れるんですよ、多分きっと。あー、素敵だなーって。ポップ？いつもインスタで見つけるんですけど、そういう方々を。待ってね。どこいるかな。こういう方とか、こういう絵とか 可愛くない？これ。こういう、なんだろう、方とか、この方もなんかロン T とか出してるんですけど、今の人が DDBR って方ですね。とか、でも絵に関してはいろんな方が好きかもしれない。で、ピラコさん本当にめっちゃ可愛いんですよね、絵が。どれがザって感じかな。あ、これとか、こういうピラコさんの絵はこういう感じなんですよ。めっちゃ可愛くない？そう、可愛いの。なんかこういう子供とか人を描くのもすごくおしゃれだし、色のチョイスも可愛いんですよね。そう、でも全然違う系統の絵を描く方も好きで、どこに行ったかな、れ、過ぎちゃった、過ぎちゃった、過ぎちゃった。あ、違った 違った。どこだ、どこだ。違った。保存から消しちゃったかもしれない。あとなんかシンプルなものも好きです。あ、この方だ。あれかもしれない。なんか艶っぽく女の子を描く方が好きなのかも。
わ、すっごい白飛びしてて見えにくい。他の色の方がいいか。あ、こういう絵も好きなんですよ。こういう方の絵とか、あと竹井千佳さんの家とかね。あ、絵とかね。好きです。かわいい。ツイッターやったらね、なんだっけ、ねねに、あ、ね、ねに、ねねに、待って、番号、名前と番号の方で、どこやろう。あと梅村いずみちゃん、梅本いずみちゃんが描いてくれるイラストもすごく好き。ティントリップ描いててくれた時はすごく嬉しくて、そう、リツイートしましたね。アボガド6さんだ。アボガド6さんの絵も好き。すごいメッセージ性が強いんだけど、めっちゃ細かいところまで書かれてるし、なんか想像力がすごいなって思うから。よく見てますね。なんかめちゃめちゃ遡っていいねしたり してます。かわいい。そう、アボガド6さんっていう方、ツイッター私フォローしてるんですけど、この方は、そう、すごい面白い絵を描く方なんですよ。MV とかもね、作ってらっしゃる方で、なんか胸が痛くなるイラストもあるけど、けど考え方とか本当になんか絵がすごいって思う毎回。イラスト展見に行くの楽しい。それこそ今度岡本太郎さんの美術館が表参道あるじゃないですか。あれに行きたいなって思ってます。りんちゃんのイラスト好きですか？好きです。好き好き。本当にりんちゃんすごい。いつかなんか、なんだっけ、エイトメンバーさ、結構なんだろう、何人メン一時期かな、一時期8メンバーにその子のイラストと、なんで作品みたいな、誕生日おめでとうみたいな感じの作品を作って、インスタかツイッターかに載せてたんですよ、りんちゃんが。そう、それも毎回毎回すごく好きで、そう、4月3日私の番回ってくるの楽しみにしてたぐらい好き 好きです。岡本太郎さんを知ってますよ。太陽の塔を作った方ですよね。そう。回ってきたっけ？あのね、結果ね、私のところに来る前にもう終わっちゃったんだけど、あれ。まあそりゃそうだよなと思って。あんなにメンバーいてみんなの作れるわけないし、しょうがないんですけど。そう。まあ、残念ながら回ってこなかったけど、回ってこなかったけど、けどね、なんかそのりんちゃんがめっちゃ前に描いてくれたイラストはすごく大事にしてます。頼んでみたらって、なんかおこがましいよ おこがましくてできない、なんかおこがましくてできないです。
私のイラストは、あるある、持って帰った。このアバターはりんちゃんが描いたわけではないですよ。ねえ、でもりんちゃんのイラストは好きです。すごいなーって思う。手書きアバター？本当に？ よかった。ならよかったです。クッキー。弟子のリッセンさんに、私、あ、りんちゃんの弟子がリッセンなん？リッセン書いてもらおうかな。 でも逆に、その私たちが卒業するリッセンに書かないといけない立場でもあるけどね。ね、弟子制度あったんや、初めて知った。一回破門にされた弟子なの？どういうこと？ まあ天才もね、なんか。私の弟子？いなくない？ 私の弟子はいないかな。残念ながら、弟子作りたいね。でもなんかちゃんと教えられるっていう自信はないけど。 あ、弟子入りしますか、ありがとうございます。私の弟子ひな子なん？ 大丈夫かな。 そう、でも私の弟子はまあ一緒でいとこかな。いとこかな。 いとこ1号かな、やっぱ。もう旅立ってますから、私の弟子は。成長してます。よいしょ。明日はバレンタインデーだねって。そうだね。 そうだね。ちょっと星になってるところすごい気になるけど。明日は何かするんですか？明日はまあスタッフの方と会う用事があるので、そう、あるので。そう、それだけ明日は。で、チョコ作りはうまくいきました。バッチング。綺麗にできましたよ。明日見せますね。そう、明日打ち合わせがあるので。そう。今年美容院とか、それがまだ今年入って一回も行けてなくて、やばいよね。女子として終わってる。ほんと女子として終わってるって思ったから、急いで美容室に予約を入れました。入れました。いくらするのって。
もうね、美容室はね、あれよ、投資、投資、投資。あと、なんか、その、リラックスする空間じゃん、美容室って。特別な空間だから、もうその時間を買ってるんだって思ってる。って思ってる。なんか普段経験できない、なんかお姫様扱いというか、いや美容室ってそういう感じじゃないですか。だからそう思ってる。でもしょうがないよ、この出費は本当に。美容室ねえ、なんかだって私今まであれですもん、やっぱ大体なんかほんとね、ちっちゃい頃からあんま美容室行ってないんですよ。そう、ほんとママとかおばあちゃんとかの美容室行って、なんかそのついでに、じゃあ切ってもらうって言われて、ああじゃあ切ってもらうって感じで 切ってもらってきたので、そのカットだけとかが基本だったから、値段感覚がまずね低いんですよ。そうなんです、ついでだったのでね、いつも。そう、カットだけ。そうなんですよ、髪の毛長いとね、そこまで手入れいらないんですよね。まあ枝毛とかすごいんですけど、それもねちょっと近々行くので整えてもらえたらなと思ってる。バリカンで仕上げないよ、そんな、できない、できない。色は変えるの？って。色はちょっとね、すっごい悩んでる。 でも今回一番したいのがカットとトリートメントなんです。この2つができれば今回はもう結構もう元取れてると思うので。 カラーは二の次。二の次です。だからカラーどうしようかなって、なんかブルー入れてもらおうかなとか、紫入れてもらおうかなとか、なんかそういう感じ。もともとはもうこれで、ちょっと透け感出すためとか、まあちょっと気分も上がるじゃない、可愛い色入れたら。だからそんな感じでカラーは考えてます。どこの美容院行くかって、それはちょっと教えられない。 教えられないです。でも素敵なところを見つけました。2回目かな今回行くのは。でも今の色ね、なんか茶色っぽいんだよ、すごい茶色っぽくて、もう染めた色とかほぼ抜けてて、地毛です、もうほぼほぼ地毛です。でも青も紫もすぐ抜けちゃうんですよね。紫だとね、青色系が抜けちゃうの。ピンク系は結構残るんだけど、そう、青とか紫やったらちょっと青色の方が落ちていって、結果なんかピンクっぽい色になったりとか、そんな感じなんで。インタビュー室 SNS に上げてる人多いよってことかな？今日は顔がすっきりしてるねって。外でお仕事？全然お仕事じゃない。なんでだろう。なんかチョコ作ったじゃん。だからさ、残りのチョコとかを食べたりして、逆にむくんでるだろうなって思ってたんだけど、今日すっきり見えるんだ。メイクしてるからかな？思います。あ、そうそうそう、ミャオさんのピンクすごい可愛かった。 LINE したもん、ミャオさんピンクすごい可愛いですねって。
可愛かったから 皆さん可愛かったから LINE した。なんか私もね、正直ブロンドとかしてみたい。全部金みたいな、あのひーちゃんみたいな感じしてみたい、めちゃめちゃ。でもなんか自分だとできないじゃん、あれ、ああいう色だからね。自信なくてできない 自信なくてできないんだよね。アイズワンの髪型かわいいんだもん、みんな。私もああいう髪型してみたかった。けどなんか悪目立ちしそうだから、 AKB だとやめとく やめとく。あと自信がないのでこれまでもやってこなかったんです、結果 だから多分やらないと思う。自分からは多分やらないと思う。そう、韓国アイドルほんとかわいい。髪の毛いろいろ変わってね。あ、でもそう、ひじりいろいろ変えるよね。おしゃれさんだなって思う。もぎさんとかあやねちゃんとか似合ってる。なんであんなにナチュラルに見えるんだろう。素敵だよね。ね、めちゃめちゃ金髪似合ってた。すごい。あやねちゃんデビュー当時に比べたらめっちゃ変わってない？ショートになってるし 髪の毛もあのまあ金髪になってるし、まあ今は色入ったりしてるけど、本当にイメージ変わった。ね、めちゃめちゃ変わった。あいねちゃんめっちゃ可愛い。なんか出会うたびに可愛いなって思ってる。まあ美容院行って帰ってきた時また配信すると思うんで見せますね。こんな感じになったよーって こんな感じになったよーって見せるね。ああ、インナー、そうね、インナーもなんかあの8の配信のためだけに中の髪の毛の色をね、あの地毛と揃えてもらったの、インナーの部分を。そしたらそれで色抜けたらまあまた戻るでしょうとか思ってたら全然戻んなくて 全然戻らなくて、もう中もね、そうちょっと抜けてるけど色は。結果もう地毛と一体化しちゃってインナーなくなっちゃった だから一時の楽しみでした、インナーは めちゃめちゃ一時の楽しみでした。ヨコちゃんみたいに下だけ染めたらどうって。だってもうヨコちゃんがいるじゃん、それはやっぱねえ、するなら他の髪型したいなって思う。もう黒髪っていう宿命なのかもしれない私。ショートみたい。着るなら
この画面くらいまでの長さかな。おかっぱしたことある。ちっちゃい時ずっとおかっぱだったらしいよ。おかっぱだった時期もあるよ。でもおかっぱにしたら男の子みたいだった写真が。小学校の時のなんかこの子なんでしょうみたいな感じで幼少期の写真をみんなが持ってきて、で先生にまあ渡して、でランダムでねみんなに見せるので、これ誰でしょうっていう問題を出すっていうやつあったんだけど、私の持ってった写真、男の子って思われてて、そう全然女の子の名前上がんなくて泣いたってことがあった。わ かる？そう、ボーイッシュだったのよ、多分ちっちゃい時。だから誰にも当てられなくて泣いたーっていう。あと格好もさ、サッカーしてたからさ、なんかサッカーの服着てたの。多分それもあったんだと思うんだけど、それでね誰もね私の名前呼んでくれなくて泣いた。 泣いた。だから切ったらめっちゃボーイッシュになるんじゃない？もしかしたら。チキンハートやね。うん、めちゃめちゃチキンハート。フレディ・マーキュリーやったから。男に生まれてたらイケメンになってたのかな。想像つかないけど。サッカー部だったの？って。いや、3歳から幼稚園入ったか入らなかったぐらい。あ、入ったぐらい。 入らなかったってどういうことよって感じやけど。はい、いつ頃だっけ？まあ、5歳？ 4 歳？ 3 歳？まあ、2年ぐらいやってたんですよ、サッカー。ちっちゃい時ね。やばい、男性化してくれたって私の写真。ありがとうございます。ボール蹴り、そうそう、ボール蹴るだけよ、ほんと。ボール蹴って、あと遊ぶ。そう、サッカークラブにいたの。好きだったけど、私しかいなくて、女子がまず多分それで嫌だったんだと思う。 そう、でもその後、まあ後輩にあたる子たちのやつ見に行ったりしたら、女の子どんどん増えてたから、なんか、あ、女の子増えてると思って、基礎練習だけ走ったりとかボール蹴ったり、だから本当なでしこの効果は、はい、だからリフティングとかもなんかやってたよ。何歌おうかな。でも今日おニューのネックレスしてるから、おニューの上履きいいかなと思ってました。あるかな。あ、ないのね。 ないんだ。お、これ歌えるかな。どうしよう、何歌おうかな。 AKB の曲、夢の川とか歌えるかも。いやいや、最近聴いてるので歌えるかもしれない。夢の川前歌ったっけ。
夢の川を渡った船が静かに岸に着く夜明け前、夕日を見ているか、夢の川。あれ？終わっちゃった。あった。じゃあこれ歌ってみるね。じゃあそれでは聴いてください。夢の川。はい、ありがとうございました。夢の川、いい曲ということで、ランキング発表いきたいと思います。じゃあ13位からいきますね。イーグルイーグルさん、13位おめでとうございます。ありがとう。そして12位がテオネオミュウちゃん、会いたいさん、12位おめでとうございます。私も会いたい、ありがとう。また会える日まで。そして11位がタッキー、歴代推しメンにはへのプレゼントしたおって。じゃあ私も待ってるねたくさん待ってるね。11位おめでとうございます、ありがとう。そして10位がセミアットマークバレンタイン予定なし。それは誘ってくれってことかな誘ってほしいのかなどうなのかな。はい、10位おめでとうございます、ありがとう。そして次9位がミッチーアットマークミューディ、生誕グッズ予約したを今ただいま大阪に移動中、頑張ってファイトファイト。9位おめでとうございます、体調にお気をつけて。そして8位が山ちゃんアットマーク、また新しい生誕ティー着させてもらいます。はい、たくさんぜひ来てください、壊れるまで来てください。はい、8位おめでとうございます、ありがとう。そして7位がココンにチルビチュカエヨカムサムダ、ありがとう。そしてな6位がヌコパートマークミューと一緒に楽しい土曜日ねえ、ゆっくりチュカエヨ、ありがとうございます。とよいね、かむさんだ。そして5位がサニーアットマークタイさん、5位おめでとうございます、ありがとう。コップンカー、ありがとう。そして4位がさとちゃんアットマークその箱には関わってはいけない、なんか こういう村系の名前の映画って怖いのかな。4位おめでとうございます、ありがとう。絶対見ないですそして3位が星侍アットマーク日曜ドラマの天国と地獄が面白いけど、もちのろん見てますよ。いや本当に明日も楽しみ毎週の楽しみです。3位おめでとうございます、ありがとう。そして2位がザゼロアットマークロンティーもネックレスもよく似合います、ありがとう。2位おめでとうございます、イビチュカエヨー、カムサミンダー、ありがとう。そして1位がユーユーアットマーク成人式終わったらきっと見られるミューのショート、うーんそうだね、一応その予定、うんはい、では1位おめでとうございます、ありがとう。そういえば今日振り袖見てました、なんか自分もね、あとまあ数ヶ月で二十歳だからさなんか気が早いけど振り袖見てた。はい、ではスクショタイムいき、あ違う、14位から読んでない、14位から読みます。ピッシャーさん、ラミちゃん、 KITT さん、ヘギョンに、ビンパディさん、体にピースさん、サノシナオさん、ナンナン48さん、オーアイニーシ、あニーハオか、これニーハオだよね、ニーハオさん、ニーハオからあげちゃん、和田さん、クラッシングさん、マイさん、プレッシー、ウミウミさん、ハスキーさん、カカアイナさん、ミューガチゴヤシ、ヒヨパンさん、シマヤンさん、ジョーさん、グリフォンさん、アキチャンマン、パルエイトシ、ミュー48、ミューさん、コッサスミューシー、アスランヒデちゃん、トットシ、スコッチさん、台湾中心さん、アマドさん、ケンシンさん、XD さん、松ぼっくりさん、ミキトさん、ピーコイコイさん、トマトさん、リックス、アイ、ミューさん、
ヒロさん、クックさん、焼きとうもろこしさん、アバター復活さん、ビッグママさん、ゆうとしさん、栃木みゆ、あー順位変わっちゃった。順位がめちゃめちゃ変わったね。これはうんと13位以内は変わってる。これってないかな。14位から読んでいくね。でも大体読んだよね。じゃあちょっともう 2回読んじゃうかもしれないけど、読んじゃうわ。あ、もう14位から読んじゃうわ。ラミちゃん、ピーシアさん、ミキトさん、 KITT さん、ヘギョンに、ミンパディさん、カラダニピースさん、佐野市、ナオさん、ナンナー48さん、ニーハオ、からあげちゃん、和田さん、クラッシングさん、マイさん、プレシー、ウミウミさん、ハスキーさん、カカアイナさん、ミュウガチゴヤシ、ヒロさん、ヒヨパンさん、シマヤンさん、ジョーさん、フグシ、グリフォンさん、アキちゃんマン、パルエイトシ、グーゴールド888さん、ミュウ48、ミュウさん、コッサスミュウシ、アスランヒデちゃん、トットシ、スコッチさん、台湾中心さん、アマドさん、ヒデジロさん、ケンシンさん、ジャーリングさん、XD さん、松ぼっくりさん、ピーコイコイさん、トマトさん、リックス、アイミュウさん、ヨークマさん、クックさん、焼きとうもろこしさん、アバター、カツさん、ビッグママさん、ゆうとしさん、栃木みゆのチョコが欲しい、りょうたさん、加藤 BB さん、ぐんちゃん、アデノシンさん、パランちゃん、シーねちゃん対かわいいみゆちゃんさん、フィンド 4B さん、ちひろさん、さかちゃん、たっくん、クロス道路さん、みゆのむのぽがしっぽよし、ほあんさん、ひろくん、 AK さん、がんばれ、もうこんさん、よんおんに、こうさ、ビジナッチし、パラングスさん、ポングポングさん、ほたるみゆさん、マシンヌーカルビチャムシ、カルビチムシ、指揮者のキユーさん、ラブリーさん、エゴイストシ、チェンジ D さん、中堅八甲さん、ミューパラギシ、KYS さん、トッキンさん、ピールケウ、ナイカーさん、サカツネガメさん、もしも鳥だったらさん、コナンくん、D さん、コッコさん、富尾の人さん、はい、以上です。ありがとうございます。じゃあスクショタイムいきますね。あっ今気づいた。こんなにアバター来てくださってる方がいるなんて思ってなかった。ありがとう皆さん、アバターたくさん来てくださってありがとうございます。びっくりした、衝撃受けてます。すごくすごい、ありがとうございます。じゃあスクショタイムいきますね。いきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。じゃあ3ポーズいきますね。じゃあまあ安堵を表すのが難しいんですけど、あ、いけそうじゃない。あ、いけないかじゃあ口で表しますね。アンド、はい、じゃあこれにて終わりたいと思います。お、ちょうど11時。明日の配信時間を言うと、明日の配信時間はね、まあ京都を出して22時にしようかなと思う。あ、21時にしようかな、ちょっと早くしようかな。じゃあ21時からにする、明日は。じゃあネイル、パン、21時になるのか。だから半と半イルシ、あ、花とセンネタソ、あ、夜半時だ、夜半時。あ、アホプシーか、あー、アホプシーあー、アホプシーねー내일밤9시부터방송해요꼭봐주세요여러분お願いします。잘부탁드립니다。はい、そして tomorrow showroom at
9pm watch please よろしくお願いします。はい、ではこれにて終わりたいと思います。じゃあ皆さんまた明日。またね。おやすみなさい。チャイジャイオグナイ。グナイカー。またね。おやすみ。